それでは美蔵隊特別賞に輝いたのはこの男、背番号71ゴールキーパーパクヨー。初戦というところもありました。今日のゲームに臨むにあたって川原選手が思っていたこと、テーマにしていたこと、何かありましたら教えてください。まあ、新潟さん、まあ、去年もやってすごいタフなゲームだったので、まあ、今日もきつくなるだろうなっていうのは、まあ、正直感じてましたし、まあ、その中でしっかりこうチーム一つになって、まあ、戦って、勝ててよかったです。本日、MVP を受けまして、こちらの方に
ますが、全てのゲームにおいて川原なくして今のサガン鳥栖あらず、そういう戦いが続いています。本当にパフォーマンスが低くて政府を持っているサポーターが多いと思うんですが、自分のパフォーマンスに関して今日のゲームどういうふうに振り返りましょう。まあ今日はチーム全員がハードワークしてくれて、まあ僕だけじゃなくて本当にチームとして戦えて、はい、それで、まあ、2-0 で勝てて、はい、すごい良かったなと思いますし、まあ、僕自身も、まあ、任されたタスクもしっかりできたかなと思うので、はい、すごい良かったと思います。私も強く勝ちたいと思いますが、今日もめちゃくちゃ走っていると思います。さあ集まってくれたサポーターに川原選手、メッセージお願いしてもいいですか。今日は応援ありがとうございました。ここからフォーム3連戦、まあ、あと2連戦ですけど、しっかりチーム一つになって、練習できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。サポーターの手でスタジアムをきれいにクリーンサポート。